あ、どうぞ。あ、でも刺すとこないけど。そうだ、ちかこの私の鼻水ティッシュしてた。あ、やばい、ゆらさんがいなくなっちゃった。私がこの両画面で間を持たせなければならない。何にしようかな何にしようかな。これ届くかな。いや、どうだろう。充電刺すとこそこだけど難しいかもね、割と。これは、あ、これ違った。イケメンの名前、私の名前イケメンだし、オキ、確かにイケメン。そう、でもね、私オキって割と好き。ルンルン、ソロステージだ。ルンルン、4800、そして、それを合わせて今総勢7000、約7000人の皆さんで一緒にセイフォーほほほほほ、イエーイ。おー、はい、皆さんありがとうございます。じゃあ、大丈夫ですか。わかった。おーおー、こっちでもこっちでもほほほほほほ。じゃあ私が今からこっちからそっちに移動しますね。行きますね。おー、かわいい。おお、かわいかった今の。あ、ほんと。めったに言わないのに。そう、言わなくない。そうかいねそうかいね。今日何食べるの。今日夜ご飯、うん、白菜。うどんあるよ。私のところにもまだうどん残ってるの。食べなよ、早く。もう本当にひどいよね。3月11日が賞味期限かな。このうどんがまだ残って。私はね、今日担々麺行くからうどん食べないけど。あ、そっか、担々麺行くって言ってた、ね。いや、でもさすがにね、誘ってといてなんだけど、やっぱ行かない方がいいと思う。うん、いや、私はいいわ外出ない方がいいと思う。そう、もう本当に外出たくないの。これ以上花粉と触れ合いたくない。かわいそうだね。本当に春がね、嫌いになりそうでね。かわいそうだね。春一番好きな季節だったのに花粉症になってから。ちょっと本当に春めっちゃ好き。もうお花見行けないじゃん。お花見行けるの。お花見も行く。花の花粉は、花の花粉は多分ないんだと思うんだけど、杉的な。もうなんかもう外に出ただけでやばいの、花粉が。でそのままの服で寝たりしたらもう本当に最悪。こうそこにも自分のベッドとかに花粉がつくってこと。ついちゃって。じゃあもうパパパパパパンって腹すぐ着替えてお風呂に入りたい。大変やね。私はまだ発症してないけど、発症したらやばいのかな。人生で発症する人としない人いるんだろうね。でも割となんか20代で したみたいな人もいたけどね。あ、そうなんだ。私は18で発症した。私子供の頃からこういう花粉症の人とかすごいかわいそうだなって。空ちゃんだってさ、もう14歳で発症してるから、うん、かわいそう。この先ずっとね、付き合っていかねばならないんだよ。だからさ、ちょっとさ、酷なこと言うけどさ、うん、今18でしょ、うん、19です。あ、もう19ですか、うん、あ、そうだ、もう19になりました。19ですよね。そらちゃんと5歳も違うわけじゃないですか。そら、うん、ちゃん あと5年もこの苦しみですよ。本当にかわいそうだと思う、ね。その前さ、やばくない、うん、私らのさ、この18と19で。それだよ、やばくない。おばばだよ、おばば。でもいいね、早生まれだから。そうだね、まあいいのかどうかわかんないけどね。でもゆらさんは、うん、見えない19に、ね、高校1年生みたい。そう、なんか言われる。多分この髪の毛のせいもあるのかな。あるし、でもね、私服はね、割とね、大人だよね。大人、大人、そうそう、大人っぽいの。大人っぽい。もう白か黒しか着ないの、ね、超モノトーンなの。うん、でもなんかそのギャップがいいと思う。なんかめっちゃ割とね、配信中とかキャピってして、なんかそう、今最近はそこまででもないけど、割とそう、ドラフトの時はめっちゃ頑張ってた。キャピキャピ、ポリキャピみたいな。いや、最近もう素だよね、めちゃくちゃ素だね。そう、なんかね、なんていうかね、頑張ってたの。すごく気が張ってた、ドラフトオーディションの時は。そうですか。すごくね、なんか気が張ってたから。ポリスちゃん、あれ頑張ってたの。そう、いや、頑張ってたっていうか、まあ、あれも本当の自分なんだけど、なんか一生懸命頑張らなきゃみたいな感じだったから、うん。でもね、私はね、なんかいいと思う。なんかこんなにアイドルでキャピキャピしてるのに、うん、なんか割と毒舌だし、そうだね、割と小悪魔だし、バーって言うからね、うん、だからそういうなんか意外性があっていいと思う私は、ね、そう、だからポリスちゃんの時はそれを全く見せてなかったの、うん、もうぶりっ子みたいな、うん、みんなファンになってみたいな感じだったの。もう頑張ってますみたいな、頑張ってますみたいな。もうなんかだから終わった瞬間、
終わったみたいな感じだったの正直。でもそう、でももう今この ST 研究生になって配信始まってからは本当に素でしかない。普通逆なのに、ね、入ってからもっともっと、そうそうそう、なんかどんどん素になってきてるから、いい、今はめちゃくちゃ楽しいの。将来これを機にね、じゃあ疲れるよね確かに、うん、前はちょっと正直疲れてた。今は本当に楽しいから全然長時間配信とかしても全然余裕の、うん、いやまあ確かにね、わかるわかる、その気持ちはわかる。素を見せてね人気になるとは思えなかったから、私もね割と言うて、私そんなあれかな。オキはなんかどうなんだろうねって感じ。微妙いね、微妙い、微妙いね、どっちなんでしょうね、微妙いし。今のそれはなんかモード入ってる感じ。あ、ちょっとやめてよ。でもちょっと待って、いややめてそういうこと言うの。でも割と私は素だと言ったくない。オキはでもショールーム主じゃない、主ちょっと待って、視聴者主って言って、視聴者数、視聴者数絶対言えないの、これ視聴者数、シャーに力を入れて視聴者数、視聴者数、シャス。そうね、私なんかね、うん、ショールームはなんか作ってるわけではないけども、え、作ってないと割と素じゃないみたいな感じで言ったら、うーんみたいな感じだったから、素って言われるとまた違うっていうか、まあね、普段とはまあ違うのかもしれない。そうそう、いや普段がねちょっとね、もう女を捨てすぎててね。だって今日なんかさ、そのあまいちゃんがねうちに来て、その担々麺のね、うん、約束をしに来たんだけども、なんかまいちゃんがね来た瞬間ね、うん、おー頑張るよって言ってた。なんかガニ股で歩いてたのね。したらさ、まいちゃんにさ、何その姿なんて、おー頑張るよ、頑張ってこいよって言って、何その姿、うん、ゆらちゃん、ゆらちゃん、ゆらちゃんって。まいちゃんは本当に可愛いよ。まいちゃん可愛いね、可愛いよ、そんな感じでしたね。はい、キュー。これあれじゃん、某言ってないじゃん、世界の果てまでじゃんこれ。だからね、そうだね、オキシは自己プロデュースしてる感じだね、ショールームって。自己プロデュース、プロデュースとまではいかないですけど、割と考えてる、うん、考えてるけど、なんかいや、あのね、多田先輩とかすごいなって思うんだけど、うん、コメントを全部読んでそれになんか面白く返すっていうのが私は割と苦手で、その読むこととそれと同時に喋ることが苦手で、割と私はもう言うか、もう読むんだったらもうずっと読んでるみたいな感じ、うんうんうん、苦手。でも読んでるのは読んでます。 Yes。 あ、昨日のトークテーマについて言わさんと話した。あ、昨日のトークテーマちゃんとやったの？え、見てなかった、偉すぎて見てなかった。そう、偉すぎて見てなかった、偉すぎて頭が、いや本当にね、もうな、一発目の話題でそれが来たの。どれが来たって思う？どれが来たと思う？え、ちゃんと言った？いや、わかんない、私もよくわかんないからさ。なんで？じゃ、なんか昨日トーク、ね、私がゆらさんにショールームで話すトークテーマを教えてくださいって、うん、考えてくださいって言って紙に書いてもらって、それをね、でそのショールームで初めて見たんですよ。したらなんか初体験みたいな、あなたの初体験はみたい なんか急にそういうなんか合コンのノリみたいな変な話題が来てて、知らないですけど、高校行ったことないから、なんですかね、どういう、うん、ちょっと真偽を。いや別に私は何に対する初体験かとか何も言ってないけん、大きいの中の初体験についてのテーマのトークがあったら、本当にもう本当に意味がわからない。もう何を思ってそういうことを考えてるのかわからないけども、とりあえず私はそれに対して STU として、うん、あの STU というかそのドラフト生として初めて体験した握手のことに伝えました。おー、いいじゃないですか、そういうのを求めてた私は。あとなんだっけ、夜の私の寝言、独り言みたいな。そう、なんか夜の独り言、夜だからこんなことも言えちゃいますっていうテーマを書いてた。いや私はそれさ、独り言って私が本当に独り言言うことかなと思った、うんうん、あ、なんかそう、夜だからボソッとこうつぶやけるなみたいなことを、そういうことだったら、めっちゃ履き違えてたね、なんか寝言のことかなと思って、うん、寝言とか。あ、そういうことね、まあいいと思う、いいと思う。なんでそんなさ、アダルティーなテーマで言っちゃったの。あと最後ラストなんだっけ、ラスト普通だった、ラスト普通だった、なんだっけ、
なんか忘れちゃったけど、でも多分印象に残らないけど、そうだから普通のやつだと印象残らないんでしょ。でも、うん、分かんないな。 iPhone にも書いてもらったんだけど、うん、iPhone のは何だった、夜ご飯はとか、 iPhone は起きちゃんの野望はとか、おお可愛いね、なんか iPhone の天然なところはとか、そういう感じだった、自分のことですかね。そうそうそう、ね、ちゃんと絡めて、 あと好きなタイプとかね書いてあったね。だから私は家事を全部やってくれる人ってやりました。あれヤバタンタンメン、ヤバタンタンメン、ね、ヤバタンタンメン、エイプリルフールの嘘ついた、ついた、何ついたの、なんか学校の友達についた、何言ったの内緒内緒にされるんですか。でも人生で初めて人を騙せました。毎年エイプリルフールみんなに10人くらいに送るんですけど、うん、もうみんなもう私のことだから、うん、はいはいみたいな感じなんだけど、うん、今年は一人だけ、たった一人だけ騙されてくれた人がいて、その一人の人が心配だな大丈夫だから、ウィーって思って騙されてやがるって思ってた。そう、楽しかった楽しかった。私は毎年おばあちゃん騙してたよ。それは罪悪感がなんかすごいおばあちゃんは罪悪感がある。おばあちゃんに、おばあちゃん今雪降ってるって言って、それを同じ嘘をもう5年間ぐらいついてるんだけど、毎年騙されるんだ。かわいいおばあちゃん見に行くの。だからそれを今日まいちゃんに言ったら、なんかまいちゃんが配信してたらしくて朝ね、うん、それ知らなくて LINE でなんか、うん、まいちゃん雪降ってるよとか言ったらめっちゃさらされてて、うん、でなんかあ、そう、なんかうっすら聞こえてた、私も横になりながら、雪合戦しようみたいなの来たから、うん、騙されてやんなと思って今日エイプリルフールですよバカめーみたいな送ったら、なんか私の方がバカだったショールームでさらされてたっていう、ね、そうそうそう、恥ずかしかったね。ハートありがとうございます、ありがとうございます、ラブラブラブキュン、あ、いいね、スクショタイム、こっちこっちです、あ、すいません、はい、ありがとうございます。割と短いね、スクショタイム、ちょっとしんどかったね、このポーズでも、ね、私もしんどかったね、しんどかったね、しんどかったね。じゃあなんか、ここで一曲、ここで一曲お願いします、ここで一曲、何がいいかな。チャラチャラチャラチャチャラチャチャラチャ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 、太陽は水平線の彼方を目指して、ある絵が聞いたら一緒に歌おうよ、何をやり残してるような悔いはないのか、僕はまだ帰りたくない、やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々、騙された好みが滅ばれるように、ゆらりん、交わらないものがあるってことさ、ゆらりん、都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい、ゆらりん、やるせない孤独の時、泣き言を誰に言えばいい、夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない、生きることに傷つきうろたえて無様でいたい、次の朝がやってくるまでに今持ってるものは捨てよう、丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる、美声、一緒に歌ってくれるのかと思ったら全然入ってきてくれない。そんな私のね、あのゴミボイスなんか、やだ、次は大きな番だよ、ゴミボイスなんかも、ね、みんな次大きなのが聞きたいよね、いや、本当やだ、公開処刑でしょ、なんだよ公開処刑でしょ、何かパチ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 、何か、いや、ビブラートのかけ方教えてほしいです。ビブラートのかけ方、でも私はどうやってやるのかな、顔を動かしたらみたいな、違う、それだったらあー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 ってやった方ができる、あー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 そう、あー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 、でもゴミボイス、ゴミボだからえ、オキちゃん何か歌ってよ、オキちゃん、うん、いいよ、何歌ってくれるの、え、何がいいの、ちょっとグロス借りたい、どうぞ、どれにしよう、あのこれが透明っていうか色が欲しいかな、色、うん、これとか割とピンク、ありがとうございます、何がいい、
ちゃんでも割とそんな顎を震わせるんだよ。顎を震わせる瀬戸内の声、瀬戸内の声って割と弱くない難易度高くないですか。歌って感じだね。それこそユラスチの方がいいでしょ。ペダシャリ、ペダシャリって訳すんだ。へえ、ペダルって訳してた今までずっと。ありがとうございます。来た道、あえてももクロロードス。瀬戸内の声は難しいな。でも難易度割と簡単なのがいいな。簡単なのスカートひらりとか来てるね。12秒。ペダル、女の子にはでしょ。ペダル思い出せてよかった。片思いの入り口セーフレディさん。チュ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 。会いたかった、会いたかった。あ、いいじゃん。ジェレレ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 。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス。君に、てれてて、ほい、てれてて。自転車全力で、えい、ペダル。こぎながら坂を登る。起きちゃう。風に膨らんでる。シャツも、今はもどかしい。おい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 、やっと気づいた。はい、本当の気持ち、ちちち正直に行くんだ。ただ一つこの道を走れ。ならば好きだと言おう。胸の内さらけ出そうよ。好きならば好きだと言おう。ごまかさず素直になろう。会いたかった。どっちだろう、ごちゃごちゃになっちゃうよね。こっち終わったらもう。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス。君にチルチチ。会いたかったチ、イエーイ。やっぱ無理だね、私は。いいよ、全然いいよ。ありがとうございます。いけるよ、きちゃん。ありがとうございます。かわいいじゃないか。じゃあ、ゆらさんにリクエストしてもいいんですか。何何、歌える曲でお願いします。カップリングとかは STU の、歌詞がやふやなところもあるかもしれないけど、じゃあサビだけ。シンドバッドか。シンドバッド待って、僕たちはシンドバッドだ。立ち向かいあらぬ見向かうんだ。通の時計方向を出せよ。どこからにある大陸目指すよ。僕たちはシンドバッドだ。経験のない若き風なのに、怖いものなんて何もない。希望の光探せか。いいよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。僕たちはシンドバッドだ。立ち向かい荒波の彼方、綱を解け誇り出せよ。どこかにある大陸目指すよ。僕たちは、あ、間違えた、夢を見るシンドバッドだ。経験のない若き風なのに、怖いものなんて何もない。希望の光探せ。待って、めっちゃ音外した、やだ。もう全然わかんない。ちょっと待って、本当に音外した。恥ずかしすぎる。体調崩してたとは思えない歌声。さすがやっぱプロ意識ですよ。いや、俺がプロ意識やで。声がね、確かに可愛いから、もっと可愛いやつ似合うかもね。可愛い系、何がいいかな。誰かがいつかとか。ああ、早いね、でもね。誰かがいつか。もうめっちゃね、あんまいあんまいブリブリな曲を歌ってほしいですね。片思いの入り口。
なんか2人で歌えるやつないかな。2人で歌えるやつ、ユニットデュエット的な。ワルキお願いします。一緒に歌おうよ。いいよ、じゃあゆらさんのモノマネし上がる歌うね。ちゃちゃんちゃんちゃ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 、君と触らせてよ、どんな感じなのか興味があるのよ、男の子って不思議だね、今日のバッグなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった、だからちょっと頭を絞ってハートを作ってみた、甘いため息ひとつちらりと見ておねだりするの、ゆらき筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ、どんな感じなのかワクワクしてるわ、ジョワニドキンってセクシーだね、これを持って。おー、歌えるね。大きなモノマネがすごい悪意感じた。ゆらりんのモノマネをしたら私はいけるね。もうワルキーのキーの部分がもう大きいだから、ゆらキーで。そうだね、そうだね、2人分だよ、そうだね、2人合わせゆらキーで2人分だよ。何か、なんか2人でさ、なんて言うんだろう、交互とかに歌える曲とかあるかな。テモテモテモデモとか。じゃあ今度までになんか、そうだね、練習しとくか。練習していきたいと思います。でも思い出せてよかったとかだったら交代交代で歌う。いやマジで、うん、いいけどね。いいけどさ、うん、じゃあ行く？いいよ。え、オッケーオッケー。いいよ、マイクなんかそこにあるよ。あそこあるよ。あ、本当だ。オッケーがいつも使ってるやつだ。持ってきていいよ。あ、本当に。どうぞどうぞ。私は、え、でも私のいつものマイクもあるからね。おきちゃんがそのマイク、何いつそれいつものマイクなの。そう、いつものマイク。じゃあちょっとマイクを持ってきたということで、はい、じゃあ、いっせーので、ちゃんちゃんちゃらら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 、ちゃん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 。君と知り合ってどれくらいだろう、いつが初めてか覚えていない、ずっと昔から知っていたような、聞いていたような言葉の懐かしさを僕は感じてた。チャートのその中で見失う花がある、通り過ぎる人の群れは、あの日見てた夢を捨ててどこへ急ぐのかな、思い出せてよかった、僕がこの街を目指したわけ、もしも君と巡り合わな、何何、いやハモろうかなって思ったけど、自分がメロディーだから分かんない。誰かいるのかと思ってびっくりした。もしも君と巡り合わなければ全然不協和音だった。
チャン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 、どっちからいく？じゃあ自分からいくね。どうぞ。ほーっとしたよ出会って、僕は今だって変わってない、思い出せてよかった、僕がこの街を目指したわけ、もしも君と巡り合わなければ自分を忘れてきっと流されていた。いや懐かしいね、思い出すね。たまにハモってくるよね。そう、なんかさ、みんながさ歌の練習してるとさ、ハモりたくなっちゃう。勝手にハモりたくなっちゃって。いいね。いいっすね。何があるかな。めったにねショールームで歌わないから。え、じゃあレア配信じゃん、みんな。やったね、おきちゃん。歌がね、おきちゃんずの方。おきちゃん。おきちゃんずの方らしいですね。おきちゃんずらしいです。よかったですね。ちゃん割とね歌が苦手なんですよ。そう？そう。でも確かになんかレッスンの時歌いながら踊ってるのは私とまいちゃんだよね基本。で基本まいちゃんがめっちゃ歌ってて、まいちゃんがなんかこうあのへこたれてきた時に私が歌い始めてみたいな感じだよね。でも私も。もう昨日ねめっちゃ歌ったよ。あ本当に。歌詞がねもう。わかんなくなっちゃう、ね。わかんなくなっちゃって、うん、大変だった。その公演のね。おきちゃんず今まで名称ファンの方の呼び名を決めてこなかったんですが、あ、私が勝手におきちゃんずって言ってた。おきちゃんずらしいです。おきちゃんず、でもあんま確かに歌ってるの聞かないんだね。そうなんすよ。そうなんす、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 そうなんす。ピカチュウ、ピカピカ、あ、似てる。ピカピカ、ピカピカ、ピカピカ。あ、ゆらさんのモノマネしたら何でもいける。何が？ピカピカ。ピカピカ。あ、ボーちゃんもじゃあいけるよ。しんちゃん、しんちゃん、石あげる。石。カスカベ望遠隊。カスカベ望遠隊。しんちゃん、しんちゃん。ひまも。あや、あや、あや、あや。じゃあひまり、お決まりとゆらまりの会話しよう。いいよ、うん、じゃあそっちから。え、ひまで会話するでしょ。でも私よく考えたらひまわりのものまであやしかできないの。じゃあ、あや言葉しゃべらないもんね、ひまって。そうだよ、あやしか言わないよね。あやとてててててみたいな。待ってマリオ Here we go。 なんかすごい流暢だね。 Here we go。 Here we go。 Here we go。 私、あれできるよ、あれ。何？あ、待って、マリオじゃなくてマサオくん。マサオくんかよ。なんで急にマリオなんだろうって思った。マサオくん、マサオくんね。あ、私、イクラちゃん、イクラちゃんというかタラちゃんできるよ。タラちゃん。この世は全員クソです。なんでですか？なんで世の中汚いですか？これブラックタラちゃん、ブラッタラです。ひどいね。ブラック。イクラちゃんはね、あれしか言わないもんね。あの3つの言葉しか。ちゃーんと、バブーと、はーい。はーい。はーい。デンボ。あ、デンボね。おじゃる様。あ、似てる似てる。しか言えないんだけど。おじゃる、おじゃる丸は、おじゃ。似てる。おじゃ。でもゲータッシャだね。あんたゲータッシャね。そう。あ、私ヨッシーのモノマネもできるんだった。あわわわわ。ヨッシーって喋るの？うん。あわわわわ。ヨッシー喋るんだ。あわわ。ヨッシー何よ、溺れてるのそれ？なんかなんだろう、穴に落ちた時のヨッシーなのかな、わかんないけどなんか。あわわわわ。そんなこと言ってた。それは初めて知った。お花ありがとうね。ユラッシーのモノマネ。ありがとう、あ、ありがとう、お花
それはドラフト会議時代だよね。みんな本当にありがとう。それでは聞いてください。瀬戸内の声絶対バカにしてる。つまーで、めっちゃ美声なの。泣いてたのにめっちゃ美声になるの。めっちゃバカにされてる。私見てたもん本当に。号泣号泣配信ダル。ダブルユラさん、ダブルユラ、ユラリンこと、ユラリンこと、ユラあかりです。佐藤しおりです。しおりのりはこんばんめです。ドラフト会議時代。今は、え、今、え、どんな感じだっけ今。今もそんなに変わらんか。例えばクマさんもらったとしたら、クマさんそれありがとう。それあれじゃん。あ、クマさん来た。クマさんありがとうございます。クマさんありがとうございます。そろそろ私たちさ、しおりちゃんにお金払った方がいいよ。そうだね、著作権だね。著作権が。でもこれミカニャンだからね、最初に言ったの。そうだね。そう、クマさん、ダブル対馬さん、対馬よなこです。青森県出身、対馬よなこです。今の自分、今の自分、今の自分。字じゃないから、ずいずいだからね。でもあれでも抑えてるらしいからね。今の自分、こういう方言抑えてるらしいんですよ、あれでも。かわいいよね。でもいい、青森いいね。本当にかわいいと思う。津軽弁なのかな。かわいい。今の自分、今の自分。佐藤しおりのショールーム結構普通だったよ。そう、でもモノマネってもら持ってこそのモノマネっていうのがあるから、ね、ちょっと悪意こもってるかもしれない。こもってるかもしれない。悪意という名の愛情だからね。そう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 、そうそうやっぱ愛と憎しみは紙一重っていうか、まあ、憎んではないけど憎んでない憎んではないんだけど、全然憎んでない、うん、でもしおりちゃんはね、これまんざらでもないから。だってもうクマさんに自己紹介に使ってるの。そうだよ、ハーサの関西弁はハーサあかんねん。まあハーサほんま無理やわ。これソラハちゃんだ。ソラハちゃんだわこれ。ソラハちゃんの関西弁も、うん、ハーサの関西弁もうちらからしたら一緒の関西弁だからね。そうそう、でも多分違うんだろうね。まあちょっと違うんだろうね、兵庫だから。クマさん、クマさん、そう、ソラハちゃんはなんだろう、ソラハほんまあかんわ。割とめっちゃ関西弁、関西弁強いよね、ソラハちゃん。強い、ね、なんか軽い関西弁。そうなんですよ、ソラハ。まあ、私は、まあ、敬語だからっていうのもあるけど、うん、敬語の関西弁。フォローありがとうございます。関西人からしても濃いんだって、そらはちゃんの関西弁。あ、そうなんや、めっちゃ濃いよね、うん、でショールームとかすごいもん。この間見ててコメントしたんだけど、なんかすごかった、流暢な関西弁がすごかった。ネイティブだね、うん、ネイティブな関西弁。可愛い関西弁、可愛いよね関西弁って。なんかやっぱ方言ランキング入るもん。そう、喋ってると可愛いなって。どうですか広島も割と方言ランキング。え、ジャケンとかどうなんですか皆さん、どうですか。岡山だってジャガンだから。え、もう私最近 iPhone がめっちゃさ、ジャガンジャガン言うからさ。そう、 iPhone ジャガンしか言わないから。最近ちょっとさ、ガンが映ってきちゃってさ。よかったガンとか言うから。そう、私ね、割とね、語尾はね、もうドラフトの時代からなんかもう標準語寄りになってきてるから。わかる、なんかドラフト合宿行ってる時って標準語になるよね。やっぱ関東の子が多いから。ドラフト合宿中はなんか私も割と何々なの、うん、そう、何々なのみたいな言ってた言ってた感じだった。でもまあ今普通に割と、でも広島弁出るもん。バリバリ広島弁。私、うん、本当に。そうなんだ。ジャケーみたいな。ジャケーはめっちゃいい、ね、LINE でもジャケーって言う。ジャケーって言うね。LINE だら、LINE だったらもうジャケンとか言わないから、うん、本当に LINE だからって、うん、もう LINE、 もう親とかも敬語だし。え、本当に、うん、親と敬語で LINE するの。だってジャケンってさ、文字多いじゃん。だからの方がいいなと思って。私のママリってリってくるからね現代人だね。そう、ゆらさんのママね、面白いね私のママと沖のおばあちゃんがちょっと似てるんだよね。似てるね、うちのおばあちゃんはね。そうね、多分ね、 iPhone ママも割と喋るから、 iPhone ママとゆらさんママとうちのおばあちゃんが集まったらもうすごいと思う。すごそうな同類な感じがすごいから。薩長同盟みたいな感じになっちゃう本当に同盟結んじゃうの。ダイソー、舞ちゃんのお姉ちゃん綺麗よね。めちゃくちゃ綺麗。びっくりした。舞ちゃんよりなんかちょっと幼い感じがした。最初なんか、うん、会った時なんかお姉ちゃんに見えなくて、マジでなんか新しい新メンバー入ってきたのかと思って。そうそうそう、いやなんか私のママも舞ちゃんのお姉ちゃんのことをずっと、舞ちゃんの妹が来てたけどすっごい可愛かったよみたいなラインが来ててすごかったもん。可愛かったみたいな。お姉さんしかもね、あのもう20代っていう、そう全然見えなかった、ね、高校生ぐらいかと思って。
問題です。おきちゃんが嫌いなひらがなは何でしょう。何嫌いなひらがなって。あ、いいですね。おきちゃんクイズですね。皆さんわかりますか。おきちゃんが嫌いなひらがなって。おきちゃんが嫌いなひらがなわかりますか。おきちゃんの好きなひらがなわかりますか。おきちゃんの好きなひらがなはゆ。違いよ。違った。ゆらのゆでしょ、うん、違います。なんだろう。あ、すごい。あ、皆さんどうですか。あ、こっちはやっぱりね、ぬとかめとかですね。こっち正解ほぼ。あ、全然正解じゃないわ。あ、そう、でも多め。何なんかいっぱい出てきてそれが正解かわからない。一番多いのが多分正解だよ。ぬ？ぬじゃないよ。なんでみんなぬなんですか。ら？そう。え、なんで嫌いなの。うん、なんで。なんかね、らってこうじゃん。うん。でさ、私さ、立ち姿がさ、小学生の時ラに見える。あー、あの話ね。え、知ってんの。え、なんかレッスン中に言ってきたくない。なんかレッスンの、そう、意味わからないタイミングで、なんかお水休憩かなんかで一瞬だけ休憩みたいな時に、こう先生がなんか音とか操作してる時に、なんかオキが、なんか私小学校の時走ってる姿がラって言われてすごく嫌で、なんか休んだの、走るのみたいなのを休憩時間にパッて言ってきて、おそうだったのかみたいな。でも違うの。なんかそれを なんで最近言い出したかっていうと、なんか私がダンスの練習をね一人でしてたのね。したらまいちゃんがなんかそれを遠くから見て、なんか、うん、おきちゃんやばいよみたいな見て、なんかおきちゃん腰に物置けそうだよみたいな。なんかこうなってるから、うん、そのお尻とね腰のさ、うん、このラインが平行なのね、うん、ちょっと、ね、だから起きちゃうそこやばいよ本当に、物ペットボトル置けるよとか言ってきて、うんうん、なんかその小学生の時のなんかラ人間、ラ人間を思い出した。ラ人間、ラバシー、ラバシー、ラバシーとかさ、なんかそれつける側もすごいよね。そうそうそう、それをなんか久々にそのね体のねこの ラのラインを言われて思い出して、うん、多分ユラさんに言ったんだと思う。そうなの。いや、お尻が出てるんだろうね、多分。そう、ちょっとプリってるの。いいんじゃない。でもそれはいい。垂れてるよりいいよね。うん、いいと思うけど。でもね、でも度がやばいからさ、そのプリがラだから。ラだから。ラだから本当に。さっきさ、コメント欄でさ、ラが走ってる送られてきてさ、まさに私だわってすごい思った。ラがスタコラサッサしてるんですよ。ラ人間。だからランナーのランとか。ね、ラインのラはそういうことね、私のでは。そういうね、私の体文字みたいな、象形文字みたいな。そうなんだね。そういう感じね。でもつける方も本当になんかすごいセンスだよね、ラ人間とか。小学生の頃そんなに面白いネーミングできないわと思って。ラバシリだから。なんか自分結構常にさ、学校の友達とかの LINE でも、うん、LINE の返事、まあ、結構面白くするタイプなの。なんか静かにちょっとそうだよ、面白くちょっと受け狙い、皆さん割と面白い受け狙いな感じで返すんだけど、面白い返信。そう、ミカナから LINE 来た時にちょっとやっぱこれは叶わんなと思って、ミカナが面白いよね。そう、ミカナが面白すぎて、なんか自分の返信、うんうん、がなんか全然面白くなくて、なんかちょっと一人で泣いてた。ミカニャは本当に面白い。本当に面白いの。一時期のさ、なんか LINE の名前とかトップがもなんか面白かったし、ね、割とねミカニャはノリが良い。可愛い子に限ってさ、ちょっと変な子って多いよね、うん、それがいいんだけどさ。最近だってミカニャ自分のことミカエルって言うんだから。そう、ミカエル、ミカエルって言ってるね。ミカエルはって言ってくるから、一人称ミカエルだから。ミカニャ、ミカエルだからね。いや、面白いね。面白いよ、しかも可愛い。ミカニャは面白い。もう初めて見た時には感動したもん。何が。あ、可愛すぎて。可愛いと思って、お人形さんがいると思って。私ね、でもあの妊娠の時合わなかったから。あ、そうなんだ。そう、番号近かったんでしょ、多分。近かったね、100番だよね、多分。私違うから、なんかその潜在写真、潜在っていうかそのショールームの公開された写真を見て、うん、え、やばって思った、可愛すぎて。私は、え、待って、ミクニャン来ただって。え、嘘。ちょっと待って、探す。ミカニャンいる。あ、呼んだって、ミカエル。そう、結構今日の配信ミカエルの話出てたよね。そうそう、なんでその話。なんか、あれだ、 LINE が面白いっていう話と、あとキャッチフレーズとかね、やってたよね。あ、そう、長州から歴史を変えに、変えるために、変えるためにやってきたの、やってきたの、ミカニャン。はい、あなたの望みを叶えちゃる。なんか思ったより、ね、テンション高くて、おー、頑張るね。頑張ってた、頑張ってた。ミカニャ頑張る。ミカニャ可愛い。
スカートめっちゃ短かったね。思った、 NMB さん思った、全員短かった、ね、こんなだったよね。いや見えちゃう見えちゃう、うちのさグループはさもう絶対膝丈が多いから、そうだよね。さ私服もね基本みんなね結構長い膝丈スカートとかだから、私も短いの履かなくなったね、 STU に入って。そうだね、うん、全く前まで結構割とこんなんで、うん、歩いてたね。そうもう STU 入ってから全然出さなくなっちゃったし、うん、ミカエル様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 お呼びになりました。いやそん、ほんとね、呼べば来るんだね。呼べば来るね、びっくりしたよ。そう、あー、ナンバでも短いのが、まあ、似合うからね。ミカイなんてめっちゃ NMB って感じ、ね、確かにね。あの女の子のファンもすごく多そう、女子受けいいと思う。ミニスカユラさん見てみたいだって。もうないね、着ることは。もう着ることはないそうです。着ることはないですね。あれとでもね、ユラさん私服ほんと落ち着いてるからね、うん、黒か白しか着ないみたいな感じだよね、うん、たまにグレーとかも着るって感じ。私好きよ本当、うん、私も大きいの私服めっちゃ好き本当、うん、あ今日はなんかちょっとびっくりしたけど今日はねちょっといつもの感じとちょっと違ったから春をイメージしてみました。この私の配信の右端に映ってるこの子だけが映ってるなんでここ空いてるんだろうね。これしかも色違いで持ってるから色違いで服持ってるって相当面白いね。そうそう、なんかやっぱ私どっかが出てないとダメだよね。そうだね、大きくこの辺ね、ここか、ここが出てないとやっぱりもう禁断症状みたいになっちゃうだから出さないと無理みたいな。それがない服をもう選ぶのが難しくて、でもなるべくねグループのイメージに合った服を着ようと思ってるから。そう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 なんだよ、イメージに合うためにもう私もミニスカートとショーパンは封印してるのよ。だから私も買おうと思ってるの。そう、長いやつばっかり買っちゃうとか最近、うん、私ほとんど下半身をさ出さないことが多いから上でさ出しちゃうんだよ。見せたがりっていうか、なんか一時期タートルネック着てても首がさ詰まってるともうめっちゃ太く見えたね顔が。それが割と自分の中でトラウマで、もうここは絶対出すって決めたの、このなんか、ね、あデコルテ、そうデコルテラインはもう出そうって決めてて、私になんて書いてあった、そういう感じなんです。フリフリピンクを着てほしいんですね。あでも私小学生の頃も全身ピンクみたいな感じ。ディズリサとか好きそう。あ、ディズリサ時代あったね。あるでやっぱ、うん、やっぱあるんだ。一時期ディズリサ時代ありました。似合いそう。私もでも小学生の時ディズリサ女だった。ほんと、私小学生の時メゾピアノだったこの女の子だけに分かるそうそうそう、分かる分かる分かる、メゾピアノとかデイジーラバーズとか。あ、分かるわ。でもそれが小3ぐらいまでで、お嬢様系の話でしょ。でも高学年に上がるに連れてブルクロになったの。それがもう略しちゃったもん。そう、ブルクロだからこれ多分ね本当にね同世代の女の子しか分かんない、これ多分ね、なんか一個もうお母さん世代とかはまだ分かるかもしれないけど、うん、ちょっと分かんない。多分今の子たちだって着るのかな。メゾピアノは着る子着るんじゃない。なんかお嬢様とか着てそう。私はすごいメゾピアノ女でしたね。なんだっけ、メゾピアノ、ブルークロス、デイジーラバーズ、あとなんかあったよね。あのエンジェルなんとかとか、あ、エンなんだっけ、あのブルーのさ、クマのキャラクターのさ、あ、わかるわかる、なんだっけあれ、名前が出てこない、ちょっと名前が出てこないけど、私はジェニーとか着てたの。あ、シスタージェニーとか、うん、私も着てたわ。懐かしいね。なんかニコプチとか買ってた。あー、私ラブベリー派だった。あー、そこはちょっと分かれちゃった。かる、ね、あ、ピチレモンが一番だったかな。あ、私がピチレモン、私の見てた時代のピチレモンのモデルって結構すごくなってる、みんな。私もすごいよ今。イートヨマリエさんとか。え、そうなの、うん、ニコプチの時。私が見てたピチレモンはだから前野さんとか、あ、それはすごい、あと志田由美さん、わかる、うん、わかるよ。とかあと江野さん、まなみさんとか、うん、あと誰だったか、あ、今なんか女優になってる清野奈々さんとかもいたね、うん、ピチレモン、ね、ニコプチで永野芽郁さんがめっちゃ好きでファンレター出したよね。そしたら直筆のサインを書いてきて、すごい、さ今めっちゃ有名じゃん、うんうん、だからさ今すごいね、保存してるの直筆サイン、小4の時にもらった。おきちゃん女子トーク、おきちゃん女子トークなんです。そう、ゆめあどさんめちゃくちゃ好きなんですよ。ゆめあどさん、え、私も好きよ。え、本当に、おきのかりんさんが好きなの。え、私も、
私めっちゃ保存してるよ画像。アイドルレースとかめっちゃ聞いてる、すごい嬉しい。なんかオキって割とあれだよね、アイドル知ってるから嬉しい。私アイドル好きよ。私結構ハロプロとかは分かるけど、うん、ハロプロね、あの曲がちょっとね少ないように知ってるやつ。ああそうなんだ、うん、勉強中。ハロプロが好きだな。好きそうだね。好きだね。好きそうやな。私はでもなんか程よく全体的ににわかだから。あ、わかる。でも私もどこまでもなんか極めてめちゃくちゃファンみたいなことがないので、割とミーハン。そう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 、そうだね。私もそんな感じだわ。だからアイドル好きなのはって言って話せるのは話せるんですけど、本当に詳しい人来ちゃうとなんかこう、なんかごめんなさいみたいな。そう、カップリング曲とか言われちゃうと、あ、ちょっと待ってって感じになっちゃう。まだちょっと勉強中です。そう、まだそこまではわからないです。広く浅くみたいな、深くなりたいですね。何かにハマったことが一度もない。なんか何かのファンクラブに入ったこととかないし、なんかみんながさ、まあ福士蒼汰さんとかさハマってたりしてたけど、なんかそう、好きな俳優はって言われてもうーんって感じだし、何かにハマったことがなかった。テレビ好きだよね。でもテレビ好きだけど最近全く見てない。本当にだから録画ばっかり溜まってる。あ、そう、うん、私本当に全然テレビ見ないから。見ないね。見ないよね。だからドラマとか本当についていけなくて、うん、ドラマはもう本当に大好きだね。ドラマ本当全然見ない。 iPhone はめっちゃテレビっ子なんです。テレビっ子だね。 iPhone だから私 iPhone とめちゃくちゃ話が合う。あ、そうだね。なんかいろいろ見てるよね、うん、すごい。なんかあのなんて言うんだろう、広島とかでは放送されてないやつとかも、うん、アプリで放送されてるやつとかも話が合う。すごいよね、うん、iPhone だってめっちゃさ、なんかもう録画し忘れたっていうのをさ、レクツンで言うときもうクソすっごい人生の終わりのようななんか苦しみ方です。クソ録画し忘れたみたいな、そんな力込めて言うみたいなめっちゃ憎しみそうマジかって言ったからこの間さ、でそのレッスンの合間にさ、なんかコンビニ行ったときにさ、なんか iPhone がずっとカットフルーツ食べたいみたいなこと言ってた、ね、うん、そしたらさ、なんかまいちゃんと iPhone がなんかカットフルーツ売り場でなんか話してて、うん、なんだろうって思って行ったんよね。そして iPhone がめっちゃ怒ってて、クソなんて置いてないんだってほんとさ、なんかすごいなんか憎いキャラクターでもいるのかな、憎い人でもいるのかなレベルでクソって言ってムカムカ出たからねカットフルーツ全然ちゃう銀行ねえのかよって。でもさ、私が意味が分からなかったのは、うん、むきりんご買いたい、むきりんご買いたいって言ってたむきりんご探しててさ言ってで、むきりんご買いたいのみたいな言ったら、まあ、家にりんごもあるんだけどねって言っていや、なんでそのりんご食べないよ、むいてそれ食べ、むいて食べたらむきりんごだよみたいな感じで言ってて、いや、なんかむきりんごじゃないと嫌だとか言って、いやだからりんごむけばむきりんごだってばみたいなそのリンゴいつになったら食べるんだろうね。あいは割となんかね、パンとかもね買うだけ買ってね、まいちゃんと一緒のタイプ。あ、割と保存 してる。まいちゃん、まいちゃんタンスの中だからね。そうね、引き出しの中開けたらあらびっくり。ソラハちゃんとアイフォンは絶対なんかレッスン上にお菓子持ってきてる。あ、持ってきてる。あの二人はソラハちゃんは絶対言ってくれる、うん、あの一ついりますか、あ、食べますかみたいな。アイフォンはなんかくれるけど1個350円って言ってくれるうちの家じゃがりこ50個あるよって言ってなんかなんかまいちゃんがなんかドラッグストアでその某じゃがりこくんが某じゃがりこが安くなってて、うん、で買おうかなって迷ってて、そしたらなんかうちの家50個あるからあげるよみたいな、うんうんうん、1個350円だけどみたいないやいやいや絶対買った方が安いわなんで50個もあんのって思った。なんかね、友達からね、そう、もらったみたいで、じゃがりこタワーをもらったらしい。そう、結果私もあれ1個もらったの。あ、そうなの。そう、なんかまいちゃんにもらったやつを1個だけもらった。まだ食べてない。私ももらおうかな。めっちゃ面白かったです本当に iPhone は面白いよね。 iPhone 面白いね。なんか本当になんか見てて飽きないなんかね、そらちゃんがねこうなんかお菓子いつも持ってるからレッスン上で、うんうん、なんかお菓子いりますか、うん、1ついりますか、1つ食べますかみたいな感じで、うん、みんなにこう言ってくれるじゃんか、うんうん、言ってくれる。で私とかなんかでもチョコとかだったら結構断ったりするのね。あ、今ダイエット中じゃけんごめんね、ありがとうみたいな、うん、いいわみたいな感じで言うの、うん、でまいちゃんとかもたまになんかあ、いいかなみたいな感じで言うのね、うん、でも iPhone は絶対にそれもらうの絶対もらってるだからそう
ソラハちゃんが来ないのたまたま聞いたんだけど、まあ、何き、あの、まあ、あんまり聞こえてないふりしながらちょっと横目で聞いてたんだけど、うん、なんかそのソラハちゃんが iPhone に iPhone いるみたいな感じで言って、あちょうだいって言ったらさすがみたいな言っててさすがなんでさすがなのみたいな感じで iPhone 言ってたけど、あさすがですって、さすがですね。いやでもね、アイポはね本当にいい子だと思う。なんか見た目が大人っぽいから、うん、なんか割と誤解しがちなんですけど、本当にもう中身はもう本当に緊張だよ、中学生みたいな感じですね。可愛いよね本当に、うん、いや面白かったね、面白い本当に。 iPhone はねもうなんか常に一人でずっと喋って一人で突っ込んでるよね一人でボケて一人で一人でなんか多分二人いるんだよ、そうそうそう、ツッコミ iPhone とボケ iPhone がいるからすごいね喋ってる。そうもうなんかそれで、ね、私たちもなんかレッスンの後とかちょっと疲れてるとあんまり喋らなくなっ、私たちでもねちょっと喋らなくなっちゃう時があって感じで、みんな無言で歩いてるんだよね。そうおしゃべりだけど、こうだって2人でいる時とかにさあんまり喋ってない時がないじゃん基本、一緒にいるとさ、うん、常に喋ってるじゃん、うん、でもなんかそのレッスン終わりとかだとさすがに私たちもちょっと疲れてて基本無言で、そう ほとんど無言になっちゃう時があるんだけど、そういう時でも iPhone は一人でずっと喋っててでなんか一人でボケてでなんか誰も突っ込まないから一人で突っ込んで、えでもさあれ別にさ私らの回答待ちでもないの、うん、なんか一人ごとのように言ってるから、そうそうそう、でもなんか一回その時に私が一回突っ込んだの、うん、そしたらなんか、うん、あーよかった突っ込んでくれて、ゆらちゃんが突っ込んでくれなかったら自分で突っ込むところだったわみたいな言ってたのあ突っ込み待ちなの、そうだから待ってたんだと思って、そうなん、私あれ一人ごとかと思って、いやでも多分ちょっと待ってるちょっと期待してるところある。iPhone ごめんよ iPhone 今さドリフト53人の中で一番おしゃべり割ってきたけど誰だろうね。めっちゃおしゃべりな子、佐藤しおりもでもだいぶおしゃべりだよね。おしゃべりだね。でも割とあの子もさその仲いい子、うん、気に入って感じだからさ。誰なんだろう。多田先輩とかはね本当に上手だよね、うん、コミュ力は高いと思います。 iPhone も割とめっちゃしゃべるね。めっちゃしゃべるね。iPhone さ、私初めて会った時もさお菓子もらったんよね。 iPhone がリュックサックの中に飴2つぐらい持ってきてなんかさ入ってるよね飴袋みたいな iPhone の中に iPhone 持ってる。そういや iPhone ほんと面白い。 iPhone 会いたいね。 iPhone 会いたい、ね、なんか iPhone にドッキリとかしたいね。したいね。なんかこの間寝起きドッキリした時も、うん、もうやっぱ誰を起こすってなった時にやっぱ iPhone だなってなった一番に iPhone 起こしたんでしょ。そう、え、なんか iPhone にすごいなんか愉快なドッキリをしたい。 iPhone の一番大事なものを取っちゃおう。なんでそのかわいそうなことするの。けん玉を取っちゃおうなんか怪盗みたいな感じでけん、なんかあのさ宝探しみたいな感じでさ、うん、レッスン上になんか怪盗裏から手紙みたいな、iPhone のけん玉はどこかに隠れてヒントを探せみたいな。そうそう、まずどこどこに行けとか言って、で iPhone それ配信しながらなんかえマジでどこにあんのみたいなえゆらちゃんこんなとこ入れるかなとか言ってね言いそうだね。でも iPhone けん玉はダメだよ、あの子も命より大事だから。確かに、うん、けん玉あってこそだ iPhone。そうけん玉あってこそだから、なんでもショールームに1日1回はしてるからカン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 。しかもすごいな iPhone 本当に iPhone 本当にさけん玉続くのもずっと毎日けん玉配信。えけん玉いいよって言ってさ、なんかいつかもうけん玉の会社とかからなんか来そうだよね。え来そうよ、絶対来るよ。なんかあれ広島のいうか有名なとこあるらしい。えそうなんだ、うん、へえ。言ってた iPhone がそのお仕事もらえないかなってでもそ、もしそこからお仕事がもらえるとしたら絶対 iPhone だよね、うん、だってあれはさ、本当に特技って言えるもんすごいもんよね、本当に。やっぱだって本当にさ、もしもし仮面じゃなくてさ、なんか技みたいなの極めてるもん。へぇ、あ、なんか、なんだっけ、ブランコとか。そうそう、世界一周とか。世界一周素晴らしいから、そういうお仕事につながるやついいよね。そうだよね。なんか今、一瞬時がいや、ちょ、コメント時が、コメント読んでたんですか。そう時がちゃん、今日は18歳見える。いつもは何歳に見えてるの？若く見られてる。あ、そういうこと？わかんないけど見てこれ、何私の特技持ってきてんの、実は。あ、出た、掘りましたってやつでしょ。そうそうそう、沖優香、沖優香、沖優香です。
でもね、もう糸の小判が、これ糸の小判って掘ってんだけど、糸の小判がね、ないのね。ないよね、家庭に糸の小判あったらちょっとびっくりする。そうそう、学校とか、まあ小中学校とかね、割とあったんだけど。小学校の時は使ってた、私も。あ、中学の時もやったかな、技術の時間で、うん、そうそうそう。ないからさ、もう手が衰えちゃってさ。なんか私、小学校の時に広島に来てびっくりしたのは、何だったっけな、キラリっていう授業があったの。何それ。1週間に1時間だけキラリっていう時間があって、うん、いまだになんか何を目的としてた授業なのかちょっとよくわからないんだけど、うん、キラリっていう謎の時間があったの、確か。それ何するの。あのね、広島のことについてテキストみたいなのが渡されて、うん、いや1日1ページずつなんか半学習でやってた気がする。広島の良さに書くみたいなとか、なんか、うん、今日なんかよくわからない、何の授業なんだろうって思ってて、キラリっていう授業があったの。キラキラネームかよ。確かに道徳的な、そんな感じかな、多分。もしなんか地域、なんて言うんだろう、地域の密着型の授業みたいなのがあった、うんうん、そういいね。でも私もなんか新聞を作る授業あったよ、地元について。ああったあった。取材行ってそれを発表するみたいな、それはあったね。ゆらりんレボリューション、なんだそれ。ゆらりゆらり揺れている乙女がからピンチ、これちょっとねダメだけどバンされちゃいます。私めっちゃ好きだった。そう、私もキラリンレボリューションやばかった。やばかったよね。私めっちゃ好きだった。歌もほぼ全部その気持ちは止められない。私はね、ちゃちゃちゃん気の勢いでちゃちゃちゃん強気のその勢い。あ、なんだっけ、あの星のやつ。あ、恋かなピンと聞いたら先生恋かなえって好きですね。大好き。小春のさ、いちごはね、おきちゃんがそう、いちご食べれないからね。あ、そう、なんか持ってこなかった。 LINE が来て、あまおういりますかみたいな。そう、なんかめちゃくちゃ美味しいいちごをおばあちゃんが送ってきてくれたので、うん、持ってきたかったんですけど、おきちゃんいちご食べれないんですよ。おきちゃんがなんとね、フルーツが苦手人間だったらしくて。そう、実は私フルーツ食べれないんですよ。アイボンとかめっちゃフルーツフルーツ言ってるから。そうそう、この間なんか私アイボンがめちゃくちゃおすすめしてきてくれた、うん、なんか冷凍フルーツみたいなの買ったんですけど、ブドウでしょ。そう、なんかそれがなんか悲劇的に美味しくなくって食べれなくって、私でアイボンにちょっとこれあんまりなんか苦手だったからあげるよみたいな感じで言ってあげたら、うん、めちゃくちゃ美味しかったよみたいな感じで言ってきたから、うん、言ってた、うん、不思議だなと。まあまあ人それぞれなんじゃない。そうね、私はちょっとあんまり自然解凍のやつ、そうそう、苦手だったんだよねあれ。そう、オキシフルーツダメらしいんです。オキシね、フルーツちっちゃい頃フルーツ食べない生活だったから。そうなんだ。だからもう給食の冷凍みかんとか割と苦痛。あー、冷凍みかん、まだあの白いやつを全部剥いて、あ、皮も全部やって、本当に 身を頑張って食べてた。そうなんだ。でも結構おえってきましたね。フルーツ苦手なんだね。岡山県民なのに。そうだから桃とかもね、ジュースにしたらいけますね。あーね、私フルーツタルトが一番好きなケーキだわ。あ、本当？うん、今度作るわ。え、本当に？作ったことないけど。作ってほしい。私も作ろうと思って昨日の夜調べてたの、うん、フルーツタルトの作り方とか言って。私が全然作っていいんだったら本当に作ってほしい。え、待って、めっちゃ楽しみ。やばい、嬉しい。いいらしいんですか、おっちゃんがフルーツタルト作ってくれるって。本当？いや、なんかフルーツ食べれないのにいいの。うん、いいの。私食べれないから味見しないけど。本当に食べたい、いっぱい食べたい。スイーツ系ってあんまり作ったことがなくて、目分量でもいいんですかね。いや、スイーツはでもちょっと怖くない。割とダメ。あ、でもフルーツタルトとかだったら大丈夫か。なんか膨らむ系はさ、ちょっと間違えたらすごい膨らんだりしそう。いや、でも私タルト作りたいんよね、クッキー。タルト食べたい。なんかこう、その私が調べたやつでは、うん、クッキーを叩いて、うん、バターで溶かして冷蔵庫に入れたら出来上がるって書いてあった。それ私あれだよ、あのバレンタインにさ、ゆらさんに作って渡したと思って失敗してさ、失敗したやつね。ガッチガチに固まっちゃってやっぱりあげるのやめたってやつ。そう、楽しみにしてたのに。ドラフト生の分全員分作ってたんですけど、バレンタインチョコ。え、50何人分。いや、違う、あ、広島にね、 STU のね。でももう
妹にクソまずいって言われて自分で全部処理した。オキの妹結構毒舌だね。そう、割ときついのよ。私の姉もめちゃくちゃきついよ。え、そうなの？うん、なんかすごい私に対して強いから。えー、で私はラブだから、お姉ちゃん、うん、お姉ちゃんお姉ちゃんって感じなんだけど、うん、割とはあんみたいな感じ。あ、そうなんだ、うん、基本。えー、私妹に強くいけないわ。あ、そうなの？うん、妹は私に対してめっちゃ言ってくる。怖いよ。ゆらさん、確かに。え、弟のイメージあったけど。そう、お姉ちゃんもいたっけ？姉も3人兄弟の真ん中です。私弟と姉がいます。なんかね、みんなさ、そんなさ、だって兄弟の話とかしないじゃん。しないね、あんまり。だからさ、まあ、舞ちゃんのお姉ちゃん見たことあったんだけど、あいぽに弟がいるのもさ、びっくりだったね。そう、でそらちゃんもさ、なんか妹は知ってたけど、まあ、そう、そんなにちっちゃい子だと思ってなかったから。そうそう、お兄ちゃんもいるのね。そうそう、割と、あ、みんなだからさ3人子とか、だからソラちゃんが真ん中でしょ。そうだね。でアイポンがお姉ちゃん、アイポンお姉ちゃんなんだね。お姉ちゃん、私お姉ちゃんで、まいちゃん妹なんよね。そうだね。まいちゃんはでも妹感すごくあるけどね。あるね。ゆらちゃん、ゆらちゃん、そう、可愛らしい妹って感じ。うん、私ね、あんまり強く言えないんですよね、妹に。私の姉全然ヤンキーじゃないんですよ。めちゃくちゃ顔、可愛らしい顔して、私の前ではあんって感じなんですよ。あん、あん、あん。でも2人で出かけたりもめっちゃするし。仲いいね。そう、服とか靴とか共用する。お姉ちゃんと許されるんだ。うん、許される。全然私の服も勝手に着るし、お姉ちゃんがって感じ。いいね。うん、うち絶対許されないよね。ああ、許されなさそうだね。妹の服とか着てったら本当にもうガチ切れされるから。厳しそうですね。割と高い服買ってるから妹が。あ、そうなの？怒るよね。へえ、おしゃれなんだね。でも私の化粧品勝手に使うのよ。それは許すしかないね。え、でも割と高いやつよ。私の妹の服と同じくらいの。あ、確かに。オキってさ、結構割といいところのデパコス持ってるイメージ。まああんまり使わないけど、その気合い入れようとするときは使うのね。ファンデーションを、うん、割といいやつを実家に置き忘れちゃって、うんうん、送ってくれるように頼んだんだけど、もう妹が使ってるらしい。ちょっと困ってる。あ、おきちゃん、おきちゃん、おきちゃん充電が。はい、あ、はい、どうぞ。これごめんなさい、充電が。あ、そっちにあるのね。あ、そう、こっちにあるんですよ。いいよ。これ一緒？え、一緒じゃない？ダイソー？ダイソー。ちょっとこれ使いにくいよね、このちょっとね、スマホスタンド。スマホスタンドがまさかの恐れ。恐れです。多分アイコンとも恐れ。本当？でもちょっと使いにくいんですよ、この。あ、大丈夫ですか？今充電しました。私充電 80% ぐらいあったんだけど。嘘。じゃあ結構やってる。結構やってるね。何もしてないね。喋ってるだけでなんか。そうだね。じゃあここで得意のダンスと歌を。いや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 。何するの？オンステージ、この狭い空間で何踊ってくれるの？何があるかな。いいよ、好きなので。自分的に好きなのは、なんかリクエストお願いしたいです。タコありがとうございます。タコ、じゃあリクエストしてもいいの？うん、リクエストアワーやろうよ。じゃあ勝手に歌うから踊ってくれる？何？うん。トゥントゥントゥン、メイビーメイビー、好きなのかもしれない、青い空には雲は一つもない、メイビーメイビー、好きなのかもしれない、ずっとこのまま片思いでいい、言い訳メイビー、チャ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 チチ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 チ。大好きだ、君が大好きだ、僕は全力で走る、大好きだ、ずっと大好きだ、声の限り叫ぼう、
大好きだ君が大好きだ息が苦しくなるよしまっておけない大声ダイヤモンド全然踊れないこんぐらいだったら別に歌いながらいけるんじゃない確かに私が歌わなくてもねえほんと苦手あここうんいつも取れないことちゃんからさ、うん、なんでかわかんないけどさことちゃんが毎回ウェーブしてる動画が送られてるで多分さダンスの面白すぎるでしょ多分さ本当にダンスのなんかさこのこれあウェーブをさ多分ことちゃんも私と同じでできないからさ多分、うん、それを練習してる動画なんだろうけどさマジでさなんかワカメにしか見えなくてさ杉浦若音みたいになってんだぜ毎回見たいんだけど見せてあげるよ後でメロンジュースかもお願いします歌ってくださいだからメロンジュースメロンジュースいいかねしますね夏メロンジュース大人じゃないよ汗もかけろあなたにあげたいメロンジュースあなたにあげたいメロンジュースあなたにあげたいメロンジュースメロンジュース大好きメロンジュースおー大ごとですよ嵐が過ぎ去ったよあなんかコナン君さ一緒に行こうって言ってくれたらしい、うん、あそうそう私コナンの映画全部見に行ってるんだよえ本当そうだからびっくりしたのその話を聞いてそうえ去年も見に行ったの見に行ったあれカラクルナイのラブレター見に行ったよ一昨年はあのあれでしょビルの中にえ分かった一昨年の話あの最後までよく分からなかったの分かんないでしょ今年の話でしょそうだから今年多分分かんないよ分かんないねあれねでも黒ずくめがそろそろそうだからこの間コナンの黒幕は誰かっていう話でめっちゃ配信盛り上がってたのええ確かにね、うんいや私ほんとコナン君好きでなんかコメント欄で前、うん、ゆらさんが行きたいって言ってたよって思ってでもゆらさん多分そんな見たことないんだろうな違う違う違う本当に私も好きで全部見に行ってるの映画でも多分そうあのねまたあの人が出てくるよねその一昨年のさあーあの人ねの、うん、観覧車の上で戦ってだからさ多分その人が何か知らないでしょ見てないでしょ多分アニメとか漫画をえでも私アニメ毎週録画で見てるから本当最近とか、まあ、そのドラフトになってから全然見えてないけどそれをね多分ね知らないとね分かんないと思うんだよねえあれあの人なんだっけあの喫茶アポロで働いてる人あそう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 でしょえなんだっけあ名前飛ばすでしたなんだっけ安室さんあそう安室さんでしょ、うん、えそうそうそう知ってるよえめちゃくちゃ私あれでしょ心探偵事務所の下で働いてる安室さんでしょ。そう行こうよじゃあ。行こうなんか行こうよ。本当に好きなの私も。好き私そう。やったー。嬉しい。やった。なんか前沖が一回さ広島って映画見れるところあるみたいな聞いてきたじゃんか。なんかあそれコナンだったんだと思って。そうコナン君見に来たって。ゼロ見に行きたい。やった。安室さんでしょ。あんな子供の独断で犯人にされるの嫌よ。そうだね。まあね。コナン君に会ったらもうまず逃げることもそうなんか隣の部屋にコナン君引っ越してきたらどうみたいな感じ言われたのもうダメじゃん確定じゃんもう絶対死ぬから嫌ですって言ったダメダメコナン君の前ではね事件が大きすぎるからもうやばいおかしいからもうなんかねコナン君のねスピンオフ漫画があって、うんうん、それもうめっちゃギャグ漫画みたいなもうなんかなんだっけ米花町っていう街なんだけど、うんうん、米花ストリートそうお前米花町に行くのかみたいなやめておけみたいななんかあそこはやばいぞやばいよマジスラム街みたいな犯罪大きすぎでしょ絶対住みたくない街ナンバーワンだよ確かにねやっぱコナン君がもう事件を呼び寄せてるとしか思えないよねもう本当に絶対黒幕コナンだよみたいな君が誰よりも事件寄せてるよみたいないやなんか昔からあるんだけどさコナン君も私とうとう工藤新一の年齢越しちゃったからさそうだねなんかそれがもうなんかすごいなと思う時の流れを感じるの私工藤好きよもう本当に好きうちもね妹ねめっちゃ工藤くん好きなの本当に私も大好きあと あれあのあれだよマジシャンのあキットそう怪盗キットも大好き怪盗キットがね出るやつはね絶対に見るようにしてるあ本当、うん、キット最近映画出ないね全然出ないよね全然出ないね最近めっちゃ黒ずくめが出てくるようになったから
そうだね、なんかそろそろなんか終わりなのかなと思って、近づいてるよね、悲しくなってきてる勝手に、うん、じゃあ本当の黒幕は誰なんでしょうかね。いや、岩派です、ね、ちょっとさ、飲み物もらってもいい？あ、いいよ、あの冷蔵庫に入ってます。コップ適当に使ってください。これめっちゃウケるくない？ちょっと見えない、あ、どうしよう、また私の持たせないといけなくなっちゃった。どうしましょう。そうですね、なんかどっちの両コメント欄もコナン君になっているんですけども、私コナン君すごく大好きなんで、よかったらゆらさんのファンの人もよかったら私のところに来て、ぜひコナン君の犯人について語り合いましょう。はい、こんな感じでいいですかね。こうやってあのゆらさんのファンの人はちょっと奪えばいいんですかね。 OK です。はい、全然お茶がない。大きいお茶、でっかいペットボトル。iPhone のさ、グラスに入ってるやつでしょ。あ、そう、 iPhone が置き忘れたやつ。置き忘れたやつ。あの、違う、あの、冷蔵庫に大きいペットボトルがあるから、緑茶が。釣りかよ、もっと釣って。そうですね。え、お水しかないよ。あー、お水買ったっけ。あ、そうだ、いろはすくん買ったんだ。どうぞ。どうぞどうぞ。おきちゃん、あ、おきです。よかったら、よかったらあのね、ゆらさんのところにね、あの来てる方もぜひ、こっち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 、どうぞ。はい、言ってきました、言ってきましたよ。ゆらさんの配信行こう。どうぞ来てください、こっちこっち。す、今すぐ移動するんだ。何してんの。ちょっと行った方がいいかな、怖いので。お、大丈夫ですか。うん、なんか顔にめっちゃ飛ぶ。もうやばいね、この今ね、ゆらさんのファンの人をね、うん、なんとかこっちに持ってこいとして。いや、最低なんでそんなこと。どうですか、この浮気者の。浮気してないと思うけど、どう思われますか。え、そう、私この間ね、浮気について語ったの、このショールームで。うん、笑ってるの。いや、なんか私からなんか、どうぞこっちへとか言って。待って、釣られた、おきちゃんところ行く、美人だね。え、待って、何を言ったの、怖いんだけど。怖い、何を言ったのって。え、私は別に何の話してんの。お尻見せたの。見せてないよ。何言ってんの。違う違う、普通にこっちの画面で、うん、こんにちは、あら、言ったら、釣られてるよ、みんな、釣られたって。何したの、ね、何したの、本当に何もしてないって。何したの。何もしてない、こうやっただけね。うわー、怖いわ。やっぱ色気がさ、まあね、溢れ出てるからね、にじみ出る色気がね。もどかしい。あ、口分けしようよ、あの、あ、いいよ、あの、あれしようよ、私たちが初期にやってた遊びで。じゃあちょっと、うん、画面外に、じゃあ一回。いいよ。何がいい。瀬戸内の声する。それじゃあサビいくよ。いいよ。それでは聞いてください、沖優香で瀬戸内の声。そばで青い海はどんな時も優しくおおらかで、淡い日差しの中、僕は願いを風に向かって叫ぶ。瀬戸内の声届けよう。わ、おっちゃんいいね。こんなに上手かったのかな。おっちゃんいいね。おっちゃんよかったよ。おっちゃん感情込めすぎたもん。じゃあちょっと逆バージョンもやってよ。おきちゃん、あれ、ゆらさんちょっと歌が下手くそになったのかなって思われるか。あ、ちょっと足がすごい痛い。よいしょ、失礼します。じゃあ何がいい。な、何、じゃあ瀬戸内の声でいく。
そうかな、うん、いきます。そばで青い海はどんな時も優しくおおらかで、淡い日差しの中僕は願いを風に向かって叫ぶ。瀬戸内の声と届けよ。ダメすぎだよ届けよのところいつ出そうってなっちゃう。イエーイ。だってビラさん喉の調子おかしかったんだから。あら後ろ失礼します。苦しそうって苦しそう癖がすごい。大丈夫ですか。大丈夫。初見さんありがとうございます。初見です。癖がって抱えてる癖やっぱ演歌しか病み上がりだからやっぱあれですか。ちょっと声がちょっとねちょっとおかしかったのかな。いつもとちょっと違ったかもしれない。今日は今日の良さがあったもんね。許してあげてください。花粉症なんです。花粉症だから許してあげてください。ちょっとね今日ちょっといつもと声の感じが違ったんですけど、ゆらさんがちょっと歌が下手くそだから何ですかそんな。皆さんいじめないでくださいよ。なんでそんなひどいことが言えるんですか。帰れお前は。帰れ森に帰れ森へお帰り。じゃあみんなこっちへ流れてきて。ダメ嘘だよ。ごめんねごめんね嘘だよ。もう見ないでごめんねオンリー配信になりました。やめてください。自分にね全部ブーメランとして突き刺さってたから自分にね。帰ります。帰らないで。 iPhone ねジブリ知らないんだって。だからさなんかさアイボンと一緒にいて、うん、私の部屋にね、うん、でジブリの話なんかアイボン、うん、泊まった時に、うん、私がお風呂から上がった後にアイボンに向かって、うん、違う私が逆だ。私がここにいて、うん、アイボンがお風呂上がってこっちに入ってきたのね、うん、で私がノックもしないのかいって言ったのね、うん、でさバそうユバーバーの思いましたさ、うん、したアイボンがさ、うん、えごめんみたいな感じでさで話聞いたらアイボンジブリ見ないらしいよね。撮ってました、ねでその後マイちゃんが遊びに来たよね、うん、だから私がノックもしないのかいって言ったら、うんまあ、ウケるじゃん、うんうん、アイボンがさええみたいな知らない人いるんだ。アイボンジブリ知らないんですよ。なんかあの子テレビっ子だけど、うん、アニメ映画は見ないらしいね。ディズニーとか見ないって言ってて。へー本当にじゃあテレビしか見ないって感じなの。そう本当にテレビっ子だからもうコナンくんの話もできないの。あーそっかそっかコナンもじゃあ見ないのか。そうジブリ知らないんだ。私ジブリのあっこのさ一番最初に線がさ入ってくるところ、うん覚えてるみたいなんだっけ。それとも辛くて苦しい仕事を一生するかいこういう感じでみたいな。そうわかるわかる。私あっこ覚えてたんだけどねもう忘れちゃった。そうぬっくもしないのかい。そう私が将来おばあちゃんになったらゆばばと呼ばれるでしょ。ゆらば。あこっちだよ先が先の先のが線だ。線はどこだ。線を出すんだ。やばいからもう顔なし。私めっちゃ好きで花粉症のストラップ顔なしのストラップ持ってるんよね。好きすぎて好きすぎてなんか私が小学校3年生の4年生ぐらいの時に、うん、私の小学校でなんかお祭りみたいなのをやるんだけど、うん、児童館祭りみたいな。ほうその児童館祭りで、うん、毎年お化け屋敷があるんだけど、ほうほうそのお化け屋敷がなんか顔なしのお化け屋敷でめっちゃくちゃ怖かったの。もう小学生にはもうレベルが高すぎるお化け屋敷で顔なしを何だと思ってね。もう顔なししかいないの。30体ぐらい顔なしがいるだけのもうなんか道も何もないもう顔なしがいるだけのあれで。それは怖いね。さすがにそれは覚えてる。怖くないそれ。大丈夫。怖かった、うん、あれは怖かった、ね、やばいでし
私顔なしめっちゃ好き。私も好きだよ顔なし、ね、千と千尋が一番好きかもジブリの中では。自分ハウルの動く城だな。あーハウルか、うん、なんかこの間さ、なんか私の格好がハウルに似てるみたいなめっちゃに言われたんだけど、私の寝巻きがハウルっぽいって言われた。ハウルね、だからハウルのモノマネしたんだけどさ、うん、似てなさすぎて。ハウルって声誰だっけ。キムタケさん。あだよね、そうそう、キムタケさんだよね。ちょ待てよちょ待てよちょ待てよ、おい、伸びた伸びた、野球しようぜ。それでアップ行こうおい、伸びた。あ、なんかそう、私中井梨花さんの前ショールーム見てた時に、うん、中井梨花さんがラップやっててめちゃくちゃうまかったの。え、そうなんだ。そう、なんか私の名前は中井梨花だよ、なんたらかんたらみたいな、なんかめっちゃ韻踏んでたの、うん、めちゃくちゃうまいと思って、めっちゃかっこいいと思って。私もラップしてみたい。よよよよ、オキちゃんがラップ始めるよ。よよよよ、受け渡されたこのマイク、これで突き刺すぜ、バイブレーション。よよよよ、そろそろ辛くなってきたから、ユラッチに返すぜバトン。へい、受け取れ、おい受け取ってくれよ、受け取るまで終われねえぜ、公開処刑は続いてく。おいおい、声もなくなるほどこのお団子め、ひどいよ今の。あ、ちょっと湯婆婆を作ろういや作ろう、湯婆婆、湯婆婆を読むから。なんか湯婆婆いろいろ突き刺さってる。 この秘密は内緒ね、みんなには。湯婆婆っていろいろ突き刺さってるイメージあるから、ここにまず。でもこのお団子そんなボリュームないから。そうなんよ、ショートカットじゃけんね。難しいね。とりあえず、かんざしみたいに一回つけさせます。うん。あ、重さが。本当に、この髪の毛も少ないし短いからね。で、あとじゃあ一個ぐらいいっときましょうか。じゃあちっちゃいこのチフレのやつをね。はい。てっぺんに。つけさせて。イエーイ。何やってんの？ユラーバ、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 それ何？ユラーバ、ユラーバヘアだから今。それだってすごいよ、だって普通にさ、ポーチとか持ち歩く。そうだよ。そう。黒柳徹子さん的なあれだよね。そうそうそう。アメちゃんいるみたいな。そうそう。リップいる？あるよあるよ。すごいいいじゃんね。うん、いいね。ね。ユラーバ。ちょっと頭重くなったけど。割と重そう。じゃあちょっと。ちょっといろいろお団子崩しちゃったけど。いいよ、まあショールームだから。そう、そんな見えないから大丈夫大丈夫。玉ねぎヘアですか。玉ねぎ、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 玉ねぎといったらみゆみゆさんだね。みゆみゆさんだね、かわいいね。すごい鼻水ティッシュが。ごめんね、本当に。あ、いいよ。本当に申し訳ない。辛いのは分かるから。太もも好きな。そう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 。私たちね。さあ、みゆみゆさんの太ももを見てもレッスン中それどころじゃなくなっちゃったから、ね、集中できなかったから。みゆみゆさんの太ももしか見てなかったっていうレッスン中。いや、いいよね、でもね。なんかレッスンすごい頑張れる。集中はできなかったけど、次からすごいなんか。明日も頑張る。モチベーションが上がるよね。そう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 、もうたまらんわ、ほんま。ね。トリップ借ります。どうぞどうぞ。あ、それ赤いかも。あ、いいよ。赤がいい。赤い。太ももは思考。せやな。わかる。わかる。やらさん絶対おぎのさん真似できるから、いろんなところで練習してね。おぎゆかさんですか。え、できるの。え、わかんないし、一回もしたことない。なんで急に。ね、なんで急に。何膝枕されに行きなよ。いやもうゆらさんで我慢しようかな。我慢して。何その私で妥協みたいな。我慢してやろうかな。いいよ。でももうね、一回してもらってるから。そうだね、配信でしかもやったよね。懐かしいね、ドラフトの時よ ね。懐かしい。
何、うん、何があってもへこたれない。ねえねえ、森のくまさんの替え歌なんだった？地域によってあれらしい。ちょっとここでは言えないかもしれない。私の地域は、私の地域がおかしいのかもしれないけど、ちょっと私のはちょっとここでは言えないような感じかな。あ、でもやっぱりある。あるね。私のとこはある日に血森の中ちょおくまさんにんにくであったんこぶ花咲く森の実なんだった。この先は本当にここで言えるような感じ。ちょっとお願いします。あ、じゃあ書くは書く。あ、お願いします。ちょっとここでは多分なんか言えない。でもなんかこれ地域差があるらしいのよね。私のサインがここにあった。ゆらって書いてあった、ね、お、いいね。花咲く森のな、な、あ、え、そうなんだ。待って、花咲く森のみ、みちあ、え、そっちなの？何それ。え、嘘。曲変わってるじゃん。こういうあれだった。私の地元っていうはこれでしたね。じゃあそれさ調べたら出てくる感じ。わかんない。これ私が福岡に住んでる時だから、あの広島はわかんない。福岡に住んでる時はそれだった。うちはね、なんかね調べたら神奈川と一緒だったよね。うーん、あれとね、花咲く、ちょっと待って、森の海、なんか2パターンあって、まず1個が1個がこれなの。え、待って、花咲く森の実てんてれれてんてんみたいな感じで、で終わり。そう、でもう1個がああ、そうなんだ。そうなの。え、じゃあ私のやつなんか語呂合ってないのか。本来の歌がもう分かんないの。花咲く森の道、くまさんに出会った。だから、うん、割となんかそう、ゆらさんのは初めて聞いた。しかも語呂悪いし、謎になんか変なスポーツ出てくるし。いや、なんか私の地元っていうはこれでしたね。地元ってそれなんだ。地元ってこれでしたね、福岡の時。いや、面白いね。なんかこういう私は地域差が出るのを調べるのが好き。確かに岡山と広島って割と違うかもね。なんか山口と広島は似てるイメージあるけど。あ、そうなんだ。岡山はあんまりなんか割とね遠いから。岡山、私はねあんまり、うん、まあ、岡山がこうあるとする、で広島がこっちにあるとすると、うん、私は大阪寄りの方によく行くんだけど、うん、こっちには本当行かなくて、うんうんうん、上に行ったりとか行くんだけど、広島に行くことが行かないよ、ね、そう、修学旅行ぐらいでしかなくって。へえ、何があるかな。 あとあれなんていう、何が指すまっていう、これ伊勢のせ、伊勢ので、伊勢ので1みたいな。そう、これ私福岡の時はこれ指すま1指すま2とか言ってたんですよ。でも広島に来たら一世の腕だったから、あ、一世の腕って言うんだと思って、まあ、そこは地域に私染まっていく人間だから。いや、絆創膏。ああ、そうなんだ。青タン、タンコブ、青タン、青地の、あ、これのこと。もうあれだよ、普通にあざとかしか言わないかも。青タンとあれ、これヘビーローテーションのさ、あのダンスのところできたらかっこいいなと思って、なんか一人で練習してたらめっちゃ青タンできちゃって、やばいの、ここ青タン、右の膝のところめっちゃ青タンできちゃって。あれ難しそうだね。そう、上履きとかシューズとか。ああ、上靴、上靴、うん、上靴なんだ。上靴っていう、上履きかシューズかな。え、ちょっとこれやりたくなってきた。一斉のでやろう。じゃあ、はい、一斉ので1、一斉ので2、伊勢ので2、伊勢ので1、伊勢ので1。次大きくからやっていいよ。伊勢ので1、
いつもない。はーい。しょうもない、しょうもない。あとこれもやってた。ああ、私それね、ルールがよく分かんなくて。うん、なんか足されたらこう足して。だから毎回さ、すぐ負けるんよね。なんか絶対いるのはこうだったらすぐこうやってやったり、こうやってやったり。絶対攻撃してこないの、絶対これだけでこうやって。あ、分けれるんだ。やってくる人とかいる。これでも名前わかんないね。うん。これしようって言うよね。謎ゲーム。岡山県は上品じゃけ。なぜ上品じゃ、上品じゃで。裏じゃ、裏じゃ、裏じゃ、裏じゃ。裏じゃあります。裏じゃ。だからフラワーフェスティバル的なやつで。岡山県のフラワーフェスティバル。そう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 。割と大きいお祭りなの。指相撲。ああ、指相撲は普通にこうこう。うん。え、これはタン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 みたいな。何それ？マジで知らない。これなんか前私の配信で やったよね。結構みんな知ってる。何これ？これを3回貯めたらこうパワーカメハメハが使えるの。でもカメハメハはこれ、うん、これの時にカメハメハをされると人は負けちゃうの。でもこれを3回貯めてやっと1回カメハメハができるの。でもそれを貯めつつバリアしつつ、うん、みたいな勝負があるの。なんか難しそうだね。これはカレーライス。あ、知ってる。グーからグーからチョーからチョーからチョーからパーからパーからパーからグーからミズってやつでしょ。あとはグリーングリーンチョリングリーンピースグリーン。あ、それ知らない。チョリンチョリンパリン。難しいね。押し相撲、押し相撲わかります。ヘロハロー。あ、それただないさハロー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 。あ、ジャスミン、ジェイがモーリフワチャハフーマン。もう一回スロースロースローリング。ジェイがモーリモーリフワチャフワチャハフーマンハフーマン。ジェイチャジェイがモーチャハフーマン。これユラさんのね、もうなんか鉄板だから。中国語って言ったらジャスミンティーだから。そう、ジャスミンティーはありますか。いや、このジャスミンティーは美味しいですかってやつなんだけど、これしか言わないが。そう、いやでも他にも言えるもん、うん、習ってたもんね。我叫幽蓮珠花。我叫幽蓮珠花。大家好。佐藤しおりちゃんと一回会話してみてほしいね。でも佐藤しおりの方が本物すぎて。ネイティブだから。そう、ネイティブだからね。関さんもよね。そうだね。多くないドラフト生喋れる子。だって沙織ちゃんもなんかベルギーかどっか。そうそうそう、なんか割と帰国子女って言ってたよね。帰国子女、帰国子女、帰国子女って言ってたね。しよ、赤沙汰な、赤沙汰な、さしすせぞ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 、ささぎに巣をかけ、さしすせぞ、ささぎに巣をかけ、さしすせぞ。やばないです。作業がやばいの。さあ、やばいね。作業が本当に苦手すぎてやばいの。なんかこう伸ばしながら言ったらさしすせぞ、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 さしせっせっせーのよよよ。あ、できますよ。せっせっせーのよよよ、アルプス一、あ、そっちか。何それ。あ、ごめんごめん、なんでもない。アルプス一番でこうやりの海でアルペホルユさん踊りましょう。ララ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 。これってさ、多分さ、本当に知らないさ、日本人とさ、うん、やってもできるやつ、ね、できるね。え、あとあれだよね、これアルプスサンバジャーク。あ、あるある。アルプスサンバジャーク、小槍の上でアルペン踊りをさ踊りましょう。ララ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 ラ。みかんの花が。え、何それ、知らない、知らない。みかんの花が咲いている。え、小舟をたたかなさかねたらパンパンみたいけどパン食べたいのかな。あるの、そういう。え、知らなかった。うん、あるんですよ。女子はみんなやるよ。あ、男の人できない。あ、そうやらないからかな。あ、花いちもんべめっちゃやってた、小学生の頃。あ、赤ちゃん、違う。なんだっけ、なじめてた。なんだっけ、花いちもんべ、最初、出だし。タンスなんかもちどの子が欲しい。なにそれ、どの子じゃわからん。あ、なんだっけ、タンスなんかもちって何。タンスタンスなんかもちならららららら。違うよ。
あの子が欲しい、あの子じゃわからん、相談しましょう、そうしましょう、なんとかにしよう、なんとかにしよう、きよりだ、お先にどうぞ、なんとかちゃんが欲しい、なんとかちゃんが欲しい、なんだっけ、覚えてないな、じゃんけんだっけ、え、なんだっけ、最初の、花一問目の最初、お願いして、なんだっけ、花一問目の最初、え、なんだっけ、かって嬉しい花一問目、負けて悔しい花一問目、それはわかります。なんだっけ最初、タンス長持ち、タンス何、タンス長いタンスを持ってるの違う違う、なんかそんな、え、なんだろう、かーって、そっせっせ、そっせっせとは何、そっせっせ、そっせっせって、せっせ、なんだっけな、え、なんかタンス長持ちかと思ってた、何だったっけ、え、CM? CM なの、違うんですよ、 CM 私稲葉物置しかもうあれなんだけど、稲葉物置、あ、ほんと100人乗っても大丈夫な、 あ、なんかこの間広島の人絶対知ってる CM なんだけど、広島県民の人、はい、あのね、広島県民の人がね、はい、絶対にね知ってる、はいはいはい、知ってる CM があるの、はい、うん、それは広島県民が知ってる CM は、当たります、1万円の食事券、たらー、一言とおぞ、ご覧の料理は、知ってるのかな、ご覧のところへ、 TSS アジナプレゼントっていう1万円の食事券が当たる CM があるんですけど、うん、もうこれは広島県民で知らない人は絶対にいない、本当に今でもやってんの、うん、やってるやってる、そうなんだ、超やってる、うちはね、なんだろう、カーマーカーマーまるいい心はさはらぬはぁしーが、なんかかまどっぽいまんじゅうのシーン、へぇー、そうなの、歌ってたから、あ、歌ってたね、わからない、それそうそう、カーマー、岡山限定なのかな、それ岡山なのかな、わかんないけど、え、違うのかな、私はずっとそれを聞いて育ってたんですけど、かまど、そう、かまどっぽいまんじゅう、なんかそれがまんじゅうが口いっぱい、なんかアニメーションみたいになってて、まんじゅうがなんか100個ぐらいのまんじゅうが一緒になってるの、それはちょっと持ってるかもしれないけど、でもみじまんじゅうの CM ある、あるよ広島、なんかさすが100回やって1000回試みる錦戸みたいなやつはある、確か、それはでもあんまりわからない、あとなんだろう、あれ、お肉のことなら中山、中山美味しいお肉だ、もうもう知らない、わかんない、お肉の中山知らないのかな、ニトクはグーグー、ニトクのつく日はこれ別にローカルじゃないのか、わかんない、わかるかも、ニトクはグーグー、わかんない、ハンバーグなのかな、わかんないよ、わかんない、ザグザグアニメ、あれアニメならさ、ちょっと気になるザクザク、あれあれらしいよ、なんか中四国だけみたいな、え、そうなの、うん、他の地方アニメじゃないらしいよ、わかんない、わかんないけど、ちょっと気になるザグザグってやつでしょ、そもそもないから東京にはザグザグ、そうなの、そうだよ、でも私広島でもザグザグ見たこと一回もないかもしれない、そうなの、どこで見たの、うん、ない、 CM でしかないと思う普通に、え、なんかあの店自体を見たことはない、あ、 CM あるんだったらでもあるよね、うん、大阪でも言って、え、そうなの、アニメ、あのアニメ、あのアニメのね、あの女の子、うんうんうん、いるじゃん、あれの制服、着てる制服がお買い物制服なの、そうなんだ、そうそうそう、すごいね、なんか実はそうなんですよ、広島はウォンツだね、あー、ウォンツ、ウォンツもう歩けばどこにでもウォンツあるよね、あれだからウォンツいっぱい行っちゃうね、もうほんと人も歩けばウォンツに当たるだよね、黒い、黒いね、袋も黒い服紅白でめでたいだって2人の服が、本当だ本当だ、赤組代表沖優香です、赤組負けております、頑張れ赤組、白組勝っております、頑張れ白組、てて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 、アンカーの中本くん頑張ってください、誰や中本中本くん誰や、赤組沖ちゃん少々負けています、赤組頑張れ、パンパン
最後の4位の人頑張れって見送られながらやるから。なんかあの放送委員の人って結構棒読みだよねみんな。いやそれがいいんだと思うよ逆に、うん、うちの妹あのいとこあれだよ、うん、あのいとこあのいとこ姉妹兄弟がいるんですけど、うんうん、姉が私と同い年で、うん、で弟くんがねそのいとこの弟くんが、うん、めっちゃ感情込めてるしくて放送委員ですごい称賛されたっていうね。へー割とオタッキーだからそういうの好きなの、ねうんうん、あーねうまいんだね。そうそうおーっとーみたい な競馬が好きでそのうちのなんかめっちゃさあの待ってなんでそんな年で競馬の実況風に言ったらしくて、私も競馬番組とか見るよめちゃくちゃ。あ、ほんと？これうちのいとこ好きすぎてマジでその競馬選手なりたかったらしくて、うん、そうなんだ背が伸びちゃって。あ、背が伸びたらできないの競馬選手らしい。あ、そうなんだ。体重は細いんだけど。北さんブラック引退したよね。ん？全然わからないか。ごめん、全然わかんない。ね、私も競馬番組に出たいの。私わかんないよね。競馬番組に出たい。ユーラッチわかる？素晴らしいね。ユーラッチ。ユーラッチ。ユーラッチ、ユーラッチ、ユーラッチ。毎日いた友達、ユーラッチ、ユーラッチ。私めっちゃやってた、たまごっちの DS のアプリ。私もやってたよ。なんかあれ、ライブハウスとかあった。やったよ。めめっち、めっち、めめめめっち、みたいなやつ。たまごっちはね。私だってさ、たまごっちさあのこのやつ DS じゃなくて、あーガチ、これ私も持ってた。これ初期の方のさ本当になんかもう白黒で、うんうん、なんか私も白黒だった。トイレ遊ぶしかできないやつ。そうトイレ遊ぶご飯しかできない。もう今のたまごっちたまごっちじゃないもんね。うちらからしたら認められないよね、うん、あんなのあんなもうただの、ね、もうただカラーのなんかめちゃくちゃ可愛いやつ。あれはもうなんか DS 的なそういうゲーム端末だから。たまごっちではない。たまごっちすぐ死んでたから私もピーってよくあれだよね、うんち掃除しなさすぎてね。そうそうそう、すぐ死んじゃうやつだからやっぱね、ちっちゃい頃はそういうので命の大切さを学ぶんだと思うんですよね、うん、まとめたね、はい、YouTuber がたまごっち100個育ててみたってやってた。いやいや100個一気にピピ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 ピめちゃくちゃ見るね、うん、アイドルのねなんかやつとかめっちゃ見ますよ YouTube。 あーそうなんだ。そう、吉田あかりさんとか、はじめ社長さんのはじめ社長さんのやつだね。そう、たまごっちは吉田あかりさんとかゆうこすさんとかめちゃめちゃ見てる。あーでも私もでも美容系しか見ないかな。こういうやつね、こうあのピントを合わせるため、はい、今日食べたのは羊羹です。羊羹です。羊羹とゴミのようになってしまった糖質オフのドリアでございます。ちゃんとここにあの女子力高いものがあるから。本当だよ。こうやってね。ジルシチュアートね。ジルです。そう、めっちゃ配信してない？何時までするの？何時までする？もう今が何時か分かんない。二人とも携帯使ってるから時計がないっていう ね。今何時なんだろう。ここありがとうございます。じゃあ。まあそろそろ終わるとしても最後に何かをして終わりたい。うん、うん、そうだね。あ今ちょうど3時なの。じゃあもう終わるしかでしょ。でも何して終わる？何して終わる？やばくない？めっちゃやってない？やってるよ。やばくない？だって今私たち何時から始めたっけ？12時半だよ。12時半、1時半、2時半、2時間半喋り続けてた。やばくない？でもただの普通の会話だよね。多分申し訳ない。多分普通にこれ配信しなくても全く同じような会話をしてたと思う。そうまあいつかねちょっとあの、まあ、こういうグダグダ系じゃなくてちゃんとした企画ものをやりたいね。そうそう、ちゃんとしたことをやりたい、ね、あとパーティーとかやりたいね、うん、やりたいね。普通にカラオケとかもいろいろやりたいなと思います。じゃあどうしようかな。スクショタイムする、お互い。あそうだね、なんか書こうよ。あそう、おきゆらって書いておきゆら配信。ちゃんが歌うまいってことは分かった。そうなんですよ、今日ゆらさん調子悪かったね。そうだね、まあそんな日もある ね、 調子悪かったね。たまにはね、どうしても湯がかけなかった。あ、なんかすごい感じで。いや、いいよいいよ。だ、私の嫌いなだ私の、ね、ここのラインがね、瀬戸内の声だけは分かった。歌いながら書いて。
優しくおおらかで淡い日差しの中、僕は願いを風に向かって叫ぶ。瀬戸内の声と届けよう。はい、ということで小指、小指が立ってる。じゃあちょっと激しめの曲歌って。いいよ、な、庄屋とか。いや、何歌おうか。激しめの曲、あ、よっせい、立ちがん。それ刺激する。ラブマシン。何があるかな。バックトゥザフォイヤー。あ、じゃあ前しか向かないとか。あ、いいよ。前しか向かねえ、最後くらいカッコつけさせてくれ。あたしい世界見てるな、もう後には引けねえ。ちゃん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 。歌詞がわからない。あやふやな。タコ、ありがとうございます。横しか向かねえ、横しか向かねえ、私の角度こっち側の顔の横向き、写真を撮るときこっち側からカメラさんお願い。女の子あるあるだよね。イエーイ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 。 OK ですか。はい、 OK です。はい、あ、こぎ直してる。こぎ直したよ。じゃあまず私の声だからいいですか。ありがとうございました。OK、 OK です。じゃあこっち、こっち、あ、やっぱこっちの私のカメラの方が漏れるわ。あ、確かに三浦さんのカメラの方が漏れる気がする。オッケー、ありがとうございました。皆さんちょっと長かったんですけど、半目もらった。半目やだやだやだ。じゃあ長かったんですけど、皆さんお付き合いしていただき、ね、ありがとうございました。よく見てくれました。よいしょ。ただただおしゃべりするだけのね、配信で申し訳なかったけど、ね、ありがたいやです。あちあちあち、オキちゃんズって書いてね、アットマークオキちゃんズになってんです。ごめんなさい、適当に。私がオキちゃんズ非公認でございます。オキちゃんズ、そうです、ごめんなさい。今日一日はエイプリルフール終わっちゃったけど、まあエイプリルフールということでオキちゃんズ非公認ですが、今日ぐらいは許しましょう。そういう感じでした。ありがとうございました。グダグダで申し訳ございません。申し訳ないですね。ちょっとスペシャルなんですか今の。申し訳ないですね。昨日まいちゃんさ、ゆるさんいつもありがとうございますって言うじゃん、レッスン終わりにさ、うんうん、なんか一人がありがとうございますって言ってみんなでありがとうございますっていうスタイルなんですけど、うん、いつもゆらさんがありがとうございますって言って、けどいなかったからまいちゃんが言ったんですけど、うん、その時のまいちゃんのモノマネします。あだだだだあだだだだだ。疲れちゃう。あしか言えてないじゃん。はい、じゃあ本当にありがとうございました。ありがとうございました。壇上読みます。じゃあおきちゃんの壇上読みが終わってから私も読みますね。あ、ちょっと恥ずかしいんで、じゃ あのなんか歌でも BGM でも、あ、OK、お願いします。じゃあ、それでは壇上を読みたいと思います。13位、なんかいい感じのさ、わかった、いい感じのなんだろうね BGM、 何が、うん、何でもいいよ。じゃあ13位、クッキーさん、空に散らばった星の。いいね。12位、ヤスさん、ありがとうございます。11位がユキさん、ありがとうございます。聞かれても誰も、10位が琥珀さん、きっと答えられない。ありがとうございます。暗闇の先に、9位がちょっと BGM ちょっと抑えめでお願いします。声が聞こえないね、小さめで。はい、9位がヨネさん、ありがとう。あ、ちょっとなんか入れ替わっちゃった。もう一回いきます。13位、ヤスさん。12位がユキヒラさん。そして11位が琥珀さん、ありがとうございます。10位がスーさん、ありがとうございます。9位がリアさん、あざす。
8位がいとっちさん、ありがとうございます。7位がヨネさん、ありがとう。6位がミンタロウさん、お初ですかね、ありがとうございます。そして5位がマッカさん、ありがとうございます。4位がミニビンさん、ありがとうございます。13位から4位までの皆さん、ありがとうございました。では3位から1位の方を発表したいと思います。3位セリアさん、ありがとうございます。2位がわさびさん、ありがとうございます。そして1位が斉藤さん、ありがとうございます。少女たちよ、じゃあこうだ。はい、じゃあ次は私が、あ、 BGM お願いいたします。あ、どうぞ。はい、では南妙法輪では13位から読ませていただきたいと思います。失礼いたします。13位、みずぴんさん、お、はじめましてですね、あの壇上では。ありがとうございます。みずぴんさん、ありがとうございます。嬉しい、初めての方かも、壇上は。やめとこ、何でしょう。第12位、ふうらさん、ありがとうございます。ふうらさん、いつもありがとうございます。ありがとう。細い雨が金色のどんちょう、アウト。幕を閉じた、それが私の初恋、待ち伏せした二つ目の路地、声もかけられないまま下を、あ、歌わないの。歌わないのじゃん。私は向いたら、アジサイが咲いていた、泣いていた、泣いていた。こんなに11いきます。11、今日はあとメリポピーズでいました。いつもありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。いつもこの場所から。そして第10位は、テトアットユララ&イ